社長です。何真面目ぶってるんですかさっきまで。いや今日はめちゃくちゃ伝えたいことがあるんですよ皆さんに。私ビクトリーオンラインサロンっていうサロンをさせてもらってるんですけど、11月の7日まで募集を開始してるんですよ。っていうのも私たちのサロンってさ、募集してないじゃん普通。はい、入りたいって言われても入れないんですよ。そうですね、何やねんこのサロンっていう感じなんですよ何もったいぶってんねん。そうそうそう、っていうところもあって、で、まあ、あんまり今までオンラインサロンの説明ってそこまで定期的にしてこなかったんですよ。で、急にサロン募集開始しましたって言われてもよく分からへんわって。確かに。やっぱり多いと思うんで、まあ、7日までってもうすぐやんっていう感じなんですけど、まあ、今日何でサロン始めたのかと、どんなことが学べる、どういうサロンなんていうところと、2週間の無料特典ついてるので、この2週間の中でどんな特典が得れるのっていう、この3つを皆さんにちゃんと説明しようと思って改めて動画を撮ってます。一言で言うと、どんなサロンなんですか。まあ、これからの時代を生き抜くために必要なことってマーケティングだと思うね、はい、プラスいつの時代も生き抜くために必要なことってお金のことやと思う。確かに。で、あとその2つを有益に活用していくために必要なのは絶対マインドだと思うね。で、このもう3本柱をぐっつり学べるサロンになってます。そのサロンについて詳しく説明させていただきたいんですけど、一番最初の私がなんでサロンを始めたのかっていうところなんですけど、まあ、本当ね、橋口くんとね、数千、2000本ぐらいになる。もうちょっと、ね、2000超えましたね。2000超えたこの動画もまた撮らなあかんやん。動画2000超えたらしいんですけど、まあ、すごいこう夢を持って生きることを発信するっていうふうに YouTube をのコンセプトを、まあ、我々決めて、まあ、やり出したんですね。その中でたくさん質問をいただいて、それを橋口くんと一緒に聞きやすい感じで愉快に届けていくっていうのが私たちのまあ、YouTube チャンネルの、まあ、軸になってるかなって思うんですけど、まあ、その中で本当に夢を叶えるための具体的な方法だったりとか質問だったりがめちゃくちゃ増えてきて、 YouTube って全国放送やん。確かに。全国放送の中で話すことでもないなっていう内容、まあ、本当にお金のこととか、どうやって集客しているのかっていう集客方法とか、あとはそのもちろん私のマインドのこともなんだけど、結構細かくハンドリングしないといけないなっていうような内容も増えてきた時に、なんかあとは勝さんみたいになりたいって言ってもらえるような声もすごいいただいてきて、本当にありがたいことなんですけど、なんかだったら私が直接こう学んでいる人たちからこう皆さんも一緒に学べるっていう環境を整えるっていうことができたらいいんじゃないかなって思って、オンラインサロンも作ることにしたんですよね。やっぱりマインドは自分で泳ぎながら見つけていった方なので、なんか本読んでこうですよとかではなく、まあ、ちょっと厳しい部分もあるかもしれないんですけど、本当にどうなのかっていうところを伝えることができるのかなと思いますし、マーケティングの方に出会ったことによって、こう YouTube とか、まあ、TikTok もそうですし、なんかいろんなアドバイスを受けて実際お店の売り上げも上がったっていうのもあったし、で、金融のこともやっぱり日本社会でね、生きてるっていうことは、まあ、資本主義社会なの でそこのお金の部分とか世界の背景とかを知ることによって経営者としての資産も高まったなって思うし、もともとそんなに投資しないタイプなんですけど、なんかいらないものに投資する機会もなくなったしとかっていう、自分の中でその軸がすごい大きいかなと思っていて、なのでオンラインサロンでその3個が学べるようなサロンを作れたらなっていうのを思っていて、それを作ったのがまあ2年前っていう話なんですよね。1ヶ月に1回マインドのライブ配信とマーケティングと金融のライブ配信が行われていて、最初日数に応じて必要な情報が月に1本ずつ届くっていうのと、プラス今月に1回ライブ配信してるので、そこに参加してそのライブ配信の中で直接ご質問をしてもらったりとかっていう風にちょっと小回りがかなり効くようになってるのかなって思います。で、もちろんお金のことを学びたい人もいるだろうし、マーケティングってね、今からの時代って絶対欠かせなくなっているし、私の時代はすごい広告費をかけるしか知ってもらう方法ってなかったですけど、今ってやっぱ SNS 時代で SNS っていうものがあって、それをとどう向き合っていくのかとか、どう活用するのかとかっていうのもかなり専門性が高い分野にもなってきてるのかなと思うんですよね。で、その辺とかをしっかり学ぶこともできるし、でもなんて言ってもやっぱりこう大事なのはもうマインドだと思うんですよね。なんかいいアイテムを持っててもどういう気持ちで取り扱うのかが間違ったら、やっぱり社会に対しての提供する価値とか見せ方とかって全然変わっていくと思うし、なんかマーケティングとかお金のことを分かってたとしても、そのゴールに到達するっていうやり方をちゃんと踏まないと、いつまでたっても目的って達成されていかないっていうことが起こっていくので、今の時代を生き抜くためにもう必須である3つのことをこのサロンでは学んでいただけます。で、月額は3980円です、まあ、これをね、高いと思うか安いと思うかは人それぞれかなと思うんですけど、なんか今その新聞の話持ち出したらさ、私がすごい昭和の人間ってバレちゃうんで恥ずかしいねんけどなんかやっぱりこう昔ってさ、新聞を取って情報を得てるっていう部分があったのかなと思うので、その新聞を月額取るぐらいの金額でその3つのことが学ぶことができたらいいかなと思って、まあ、その金額にしたっていう感じです。かしこまって話すとさ、ちょっとこの私の思い届いてるのかなっていうのすごい思うねんけど、このオンラインサ
たのも本気でやってるんですよ。で月に1回のライブ配信なんですけど、まあ、1年に2回とかはこうみんなのこうオンラインの中で顔を見ながら話す機会とか、そういうオンライン上の懇親会を設けたりとかっていう風にこうオンラインの中でもこうみんなと人と人との絆とかつながりを感じられるように、結構講師の人たちとか橋口くんとか北村とかの力も借りて、まあ、運営してきて、で2年やってみて一番の財産ってサロンのメンバーさんとのつながりとか絆だなってすごい思っていて、どこまで行ってもこうギブすることしか考えずに、まあ、このサロンを始めたんですよね。だけどなんか気がついたらすごいたくさんのものを私自身がいただいてるなって思ってて、でサロンのコンテンツって何って言われたら具体的なことの説明にやっぱりなってしまうので、こうマインドとかマーケティングとか金融が学べますよって言うんですけど、もう一個やっぱサロン生の皆さんは本当に素晴らしい人たちなんですよね。もう2年経ったことで結構皆さん同士がこう一緒にビジネスを始めたりとか、ビジネスまで行かなかったとしてもすごいオフ会とかであって仲良くなられてたりとか、悩みの相談とかアドバイス受けられる関係になってたりとか、リーダーがいて例えばクリエイティブチームみたいなのがあって仕事を取ってきてみんなで分散してやったりとか、すごいいろんな化学反応が起きてて、逆に言うと私たちが提供していることももちろん実際のスキルとして身について使っていけるものにはなるんですけど、なんかこういう人とのつながりとかそれによってできた化学反応って本当にサロン自身がこういいものであって、動機の純粋性じゃないですけど入ってくれてる方に対して少しでも役に立ちたいっていう、私を含める講師であったり橋口くんとか北村だったりのぶれない気持ちと、学び続けている参加者さんがこのサロンでこう少しでも未来を良くしようっていう気持ちとかを忘れずに持ってくれてるっていうことの結果でしかこういう化学反応って起きないのかなって思うんですよね。なのでなんかもちろんコンテンツ自体もものすごく有益なんですけど、なんかこう話してて思ったのが、いや私でもやっぱりこう伝えたいことってそういう温かい人たちと一緒に運営しているサロンだよっていうところです。最後に2週間の無料期間に何がこう得れるのっていうところなんですけど、まずは、まあ、私とマーケティングと金融のこの3つのライブ配信っていうのはやっているので、まあ、その2週間どのタイミングで加入したかにもよるんですけども、比較的毎月どういうものをどんな感じでみんなとこうライブしてるのかなっていうのは体験していただけると思います。でプラス、すいませんちょっと携帯見ながら喋らせてください。はい、まず金融に関しては、まあ、金融のことを学びたい人って世界の流れを知りたい人もいたら、本当に投資に勝つための方法を知りたい人もいたら、いろいろだとは思うんですけど、まず投資に勝つための方法としてこう時代の流れを的確に把握して長期目線で投資をできているかっていうところがあるんですよね。なのでここの部分と、あとはチャートを読み解く短期トレードスキルを身につけるのか、このどっちかしかなくて、この両方を講師の柴田先生は極めてる方です。であとはその、まあ、現在の経済金融に大きく影響を及ぼしている絶対に把握しておくべき歴史と出来事と、この過去の歴史の結果からその柴田先生がな、こういう風に2023年はなるよっていうのを予想しててめちゃくちゃ当たったこととか、これはこう思ってたけど違う流れになったっていうようなことと、あとは大事なのは2024年のこれからの予想、株価とか為替とか戦争とか、まあ、あらゆるものが相まって一つの成果がやっぱり金融って出るものなので、この辺の部分を3時間でも一気にバクッと伝えるライブ配信を無料期間中にやることになりました。これ3時間見たらこのサロン大会とかしないでくださいねって思うぐらい結構有益な内容、しかもライブなんで質問とかもしていただきながらでもがっつり3時間やるっていう特典を無料期間中につけます。マーケティングに関しては目的を達成させるための正しいウェブマーケ戦略の組み方、 YouTube、SNS いろんな種類がある中でどういう取り組み方、戦略をすればいいのかが分かります。めっちゃ良くない？やりたいことあるけどどうやっていいか分かんないですよ。分からへん人もいるしさ、うちらもさ、じゃあ登録者数がさある程度安定するまでの間ってほんま手探りであでもないこうでもないって言ってさ、何本も失敗しまくってさ、でようやくたどり着いていったやんか。でそれをさ、もう最初から設計図作ってやれるって、もう時間ってお金で買えないけど、時間をこれもう本当にもらってるようなものだなと思います。であとはウェブを使った副業の2023年から2024年の真実と現実と穴場が分かるみたいです。でこの辺のウェブマーケティングも3時間でライブ配信で全部提供するらしいです。この誰も教えてくれないウェブマーケティングの正しい戦い方を知ってたらウェブからの集客で悩むことがまあ少なくなると思うし、絶対に
集客力と採用も実現していけるやんか、実際 SNS をしっかり使っていた、そうですね、いったら、でそのためのすごい再現性の高い運用方法、 YouTube とか SNS のねことも教えてくれるみたいで、副業やりたい人のための最短で長期の間で稼げるようになる方法とか、あとは2023年に誕生したゼロから1ヶ月で1万フォロワーが獲得できる SNS マーケティングの戦略とかっていうこととかも3時間で全部伝えてくれるらしい。逆にサロンメンバーさんで2年前からずっと学んでくれてた人からクレーム出ないかなって思うぐらいさ、凝縮されて全部じゃない。確かに、ね、しかも大体いつもさ言ってる時間プラス30分から1時間になるやん、まあそうですね、これがさ3時間で終わるのかなってちょっとこの内容を見て思ったんですけど、まあでもね、この姿勢からも本当に講師の人たちってめちゃくちゃ太っ腹なんですよ。でもとにかくギブすることしかマジで考えてない、まあ、この無料期間中にこれだけのことが受け取れるっていうことは、2年前から学んできた人と今から参加してくださる方ってやっぱ2年間のタイムラグがあるんですけど、でその2年間のタイムラグってやっぱり簡単に読められるものではない。だけどなんかもう早く欲しい情報って皆さんやっぱりあると思うんですよね。でそれがどういう情報なのかっていうのを、まあ、考えてもうこの辺りかなっていうのをまずピックアップしてます。なのでこれを聞いたらもちろん終わってもいいよっていうためにこれを作ってるわけではなくて、これを聞いてオンラインサロンに参加することによって2年間のタイムラグが少しでも埋めれて、これからのライブ配信だったりとか受け取るコンテンツの情報だったりをより有益に活かしてもらいたいっていう気持ちで、この3時間のフォローのライブ配信っていうのをさせていただこうと思ってます。今ちょっと悩んでる方とか、自分このままでいいのかなって思ってる人とか、なんか 100% 満足できてないなっていう人とか、そこまで具体的じゃなくてもなんとなくサロン楽しそうやから入ろうかなでもいいんですけど、なんかせっかく入るんだったら入る時に入ったらどうなりたいかとかを考えてこのサロンに入ってもらえたら嬉しいなって思います。皆さんの人生を良くするって言ったらすごい大げさやしおこがましいし、そんな人ができることでもないんですけど、皆さんの役に立つことがこう私たちのサロンでできたらすごい嬉しいなと思ってるので、やってる方はぜひ、無料期間もついてるのでオンラインサロン申し込みしてください。よろしくお願いします。お願いします。